リヴァイ兵長。何があったか知らねえけど運がいい。一番の脅威が血まみれになってる。頭に一発撃ち込んでおきましょう。死んでるよ。見せてください。俺も脈くらい測れる。フロック！消えている。死んだのか。いや、普通蒸気が吸い込まれるように消えたりしない。逃げられたぞ。おれ、逃がした。行こう。俺たちはただ進むだけだよな、エレン。なんだ、トリオードさん。やっぱり難しいよね。見て、私はマーレを信じてない。私は一緒に戦ってきた仲間を信じている。始祖の巨人だ。来いよ、ライナー。リーク、こっちだ。ガビ。永田隊長。勝手な真似を。ガビ。カルト。ファルコはどこに。まだあの建物の中に。なんだと。アガタ隊長、ライダーが。元帥だ。マーレの盾はそうもろくはない。今我々の肩には世界の命運がかかっている。今ここで始祖を喰らい、2000年の遺恨に終止符を打つ。俺の町を蹂躙した者。ゾがマーレに奪われる。手を貸してくれ。みんなでエレンを。叫んじゃねえぞ。なんで俺たちがエレンに加勢して子供を作れねえ体になんなきゃならねえんだよ。話を聞こうよ、コニー。本当に死ななかったんだ。ワインのことや安楽死計画なんて。ああ本当だと思うぞ。俺たちはイエレナから口止めされていた。この島のみんなのために尽くしてきた。それはこの島に未来があると信じていたからやれたんだ。信じてくれ。信じるよ、アルミ。さあ立って、おにゃんこぽん。ミカサはどうしたい。エレンを助けたいの。助けたい。でもそれはきっとエレンが言ったように、私がアッカーマンだから。これは自分の意思じゃない。エレンの考えた嘘だと思う。エルディア人が子供を作れなくなることをエレンが望んでるって、みんな本気でそう思ったの。じゃあなんでジークやイエレナに逆らわないんだよ。逆らわなくていいからだよ。最終的に始祖の力をどう使うかはエレン次第だ。地ならしてこの島を守ることができる。パラディ島は今後50年は誰にも手出しされない。